はい、どうも、ビデオゲーマーです。ボルトン編続きやっていきましょう。はい。ホームレ、ユナイテッド戦ですね。俺、メンバーいじってたっけ？ ちょっと待ってね。あ、いじってるね。いじってるね。大丈夫ですね。はい。今回ね、大島選手がそこですね。うん。で、まあ、もう、まあ、この試合勝ったら、まあ、優勝も大丈夫かなと思います。はい。で、チャンピオンズカップもね、決勝まで、勝ち進みました。案外、トテナムとやってね、圧勝しまして、うん。まあ、4点取られたんですけどね、2試合合計で。でも、圧勝して勝てって。で、最終節にね、今1位に争ってる、チェルシーと当たるんですけど、うん。まあ、ユナイテッドで決めれたらいいかな、と思ってるんですけどね。はい。で、チャンピオンズカップの決勝がね、そのチェルシーなんですけど、まあ今シーズンはチェルシーとね、よくなんかこう当たることがあるというか、戦うことになってんのかなって感じですね。はい。じゃあやっていきますか。はい、じゃあやっていきましょう。キックオフ。はい。で、まあ、セルティックがね、終わって、次回の、こういう、縛りキャリアをね、皆さんにお願いしてるんですけど。で、まあ、コメントいただきまして、動画投稿やめるんですかと。僕の書き方が悪かったですね。やめないです。まあ、18でのね、こういう縛りキャリアが、そのセルティックが終わって、次やるのがもう最後になるかなっていうことだけなんで。うん、19、20とね、ティファのこういう縛りキャリアっていうのはやっていこうと思っているので、まあ僕がこう動画投稿をやめない限りですね、やっていこうと思ってますんで、そうね、思ってしまうような書き方をしたのはすいませんでしたって。あ、俺多分 FIFA って言ってない。ティファってまた言ってんな。FIFA ね。もう癖ついてるもんやからしょうがないよね。まあ、多めに見て。ああ、危ない。ね、FIFA19、20とね、やっていこうと思ってますんで、まだまだね。まあ、パワープロが出るんでね。パワープロをちょっとやっていこうかなと思ってるんで、うん、FIFA の方はね、まあ次のキャリアで一旦区切りをつけようかなと思ってて、いや、惜しいな、思ってるんで、まあ何かね、まあもし、こう、もしかしたらね、9月ぐらいでしょう。今4月でしょう。で、まあもうちょっとしたら5月になるから、次のが最後ぐらいでちょうど期間的にいいのかなって思ってるんで、なんでまあ最後にしてるんですけどね。PK？ ああ、PK やんね。中入ってたもんね、今ね。ちょっと、ハードに行ってしまったな。あ、惜しい。ちょっと反応遅かった。まあ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 、まだ1点なんでね。うん、モーリーニョに抱きつきに行く勇気ないな、俺、選手だったら。勇気ないわ、無理やわ、多分。11ゴール目取ってますね。でもまあ、
まあ、リーグの流れとして面白いのはここで負けてチェルシーが勝って勝ち点があれで最終節 OK 迎えるっていうのが面白いよね。か引き分けとかね。どうなら得失点差でこっちが上やからもうここで勝ったり引き分けしたらうちのチームが勝っあれかな優勝になるかな。え、チェルシーって75だった勝ち点。あーでもどうなんだ最終節でわっしょやられた。最終節で逆転で負けたら面白いな。優勝逃す。いやーいいね面白い。対談のこのイニエスタが涙って書いてますね。ね中国行きますかね。行くでしょうね。他のチームには行かないでしょうね。ヨーロッパのでもイニエスタが中国ってどう。なんか嫌やわ。バルサで引退でいいんじゃない。いやまあシャビもそうやけどさ。いやなんかバルサですっと引退してほしかったなっていう気持ちはあるな。来シーズンはですね、ボルトン編の方ね来シーズンは、大型補強をしてね。よしやられた。大型補強をしようと思っているので、いやーこれやられたな。この点差はちょっときついな。いやでも面白いね。それはあの湘南ベルマーレと横浜 F マリノスの試合が前半だけで7ゴールだったっけ生まれたみたいで面白いよね。まあねしてる方からしたらねあれだろうけど、まあそういう試合もあっても面白いかなとは思うけど。 OK 1点返した。こっからこっから点取れる点取れる。大丈夫大丈夫いけるいける点取れるわ。勝てる勝てる。
オッケーオッケー。守備は緩いぞ。ルカクがおるからそこだけ気をつければ、あとまあ3点取られてるけど今更かよって感じやけど3点目のボレーはちょっとやられたな。あそこでボレー打ってくると思ってなかったわ。やばい。あ、いけるか、いけるか、いけるか。逆に打たすことも大事っていうね。相手がこう前がかりになるんでね、スペースが生まれやすいんで、あえてシュートを打たすような選択もありですよね。スペース生まれてるでしょ。いや、やっぱ身長高い選手欲しいな、そこに中盤とかに真ん中ぐらいにな、やっぱいるな。ちょっと身長の低い選手が多いな。ポジショニングが上手いからなんとかクロス高いな合ってるけど、あれらららら取れてん、取れんかった。うまい。いける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 。オッケー。いけるオッケー。ちょっと反応遅いのがめっちゃ怖い。オッケーオッケー。カロスケ案外でかいのね。こう見たら。今リアルタイムでちょっとそのね、最後のねこういう縛りキャリアの方のねお願い動画のコメントを今来たり見たんですけど、エクセターシティっていうイングランド4部ですよ。これはすごくマニアックですねこれはすごい。その前にコメントくれた方はカールスルーエっていうドイツの3部、皆さん株リーグ好きですねあーやられた。これ点の取り合いやな。いやー、やっぱりな、何なんだろうな、得点した後ってすんげえ守備緩くなるな、ゲームバランスがすんごいな。まあ前からそうやけど、これほどまで緩くなるかっていうぐらいに緩い。でもさっきカールスルーエ、分かってるね、はすごくね魅力的ですし、エクスタもすごく魅力的ですね。ドイツはすごくやりたいんですけど、選手に困るんですよね。やっぱりこういう縛りっていうのをやってるからなのか、やっぱねイングランドならイングランド人で固めたいっていうねがあるので、ドイツだったらドイツ選手でできる限り固めたいけど、やっぱこういうの数があって無理なんで、そこのねこうねバランスがねすごく難しいんでね、結局こうなんだろう
イングランドになっちゃうんですよね、キャリアが。それはね、あのね、コメントくれた中の人にも言いましたね。結局こうツイッターかな、ツイッターかもしれないけど、こうねコメントっていうか、こう、まあ、やり取りしたんですけど、言ってましたね、結局イングランドになるって。コメントだったかもしれないけど、動画の。惜しい、もうちょっと弱くていけたな。もう動けてなかったもん、デヘアが。あれ入ってたな。もうちょっと真ん中寄りでもよかったんか。ほんと角度難しいな。あ、スカダック、こう見えてね、プレースキッカーの特性持ってますからね。だからフリーキック上手いは上手いんですよ。精度は低いんですけどね、70で。うまい。いやー、綺麗に崩したのにな。最後のシュートがダメだったな。これは面白くなってきたぞ。いいよ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 。お、あ、バカやろ。今のはいつもみたいにもうボレー蹴れよ、ボレーをよ。蹴ってくれよ、頼むわ、もう、つらいわ。オープン。あ、そういや、なんか、俺言いかけてたな、前半で。失点したから途中でやめたけど、そう、大型補強をね、あの来シーズンはしようと思ってて、で、まあ、今獲得が決定してるのがムヒタリアンと、セルヒオ・ラモスと。この2人はね、あのフリーで取ってきましたから、お給料だけでってやつですね。移籍金がかからないというやつで、まあ、実力あるベテランをね、ちょっと1人2人、もう最初から取っておこうかなと。まあ、今回あのパロスキとヨンゲルセンでしたっけを取ってきて、あとドリンクオーダーと取ってきたんで、ね、あれだったんですけど、来シーズンはもう最初からね取っておこうかなと。でセルヒオ・ラモスがもう36歳になるんでやばいんですけど、まだね80にオーバーをオーブやる、オーバーオールって言われた服やんけってね。オーバーオール洗うの大変やよね。金具のとこがね、洗濯機の中で、このまま洗えばね、洗濯機の中は傷だらけになりますから、皆さん気をつけてくださいよ。でまあね、そのOVR がな、80にまたあるんでね、まあ下がっても77ぐらいで止まってくれるかなと、重なったね持ってるんですけどね。やばいな。嘘だろ、ルカクやべ。ルカクやべえな。誰が出てきてない。大島選手がちょっと守備が緩いな。ドリンクウォーターと大島選手を変えるか、プールを入れるか、プールそこに入れて
そうやな、ブッチャー入れた方が良さそうやな。前線は結構コンビネーション崩してるから大丈夫やと思うんやけど。いやー、ルカクの決定力が半端なくすごい。パリのその話したらすんごいこの試合も大量得点の試合になっちゃった。あのさ、何なんだろう、久々に最近の試合で、まあ、トテナムに6点取られて負けた試合はあったけど、5点取られたりとか6点取られたりすることめったにないけど、やばいな。4点とかはあるけど、いやー強いね。別に譲らんでいいよ、自分で行こうよ、取って。ああ、これはまずい。最近ね、本当ね、試合やっててもよく負けるんですあんましてないのもあるんだろうけどな、フィファ自体を FIFA 自体をね、今のは言い間違えたって気づいた。 FIFA 自体をね、やってないのもあるんですよね。いやなんかい、いやー、まあ多分な、5点も取られたからチームのコンディションが落ちたな。ボールスピードがめっちゃ遅い。
referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. いやーマジか、やることなすことダメだな。まあ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 、こんな時もあるでしょう。てか、まあこっちの方が面白くなったのは面白くなったから、これでいいんやきっと。まあちょっとさすがにきついですね、5失点はね。でもまあいいんじゃないですか、面白いですよ、5失点で負けるってすごく面白いですよね、こう、じゃあチルシーまでちょっと行ってみますか。果たして勝ち点何本になってるんでしょうね。あ、ユナイテッド、そういえばね、5連勝してるんでしたね。そうでしたね。それは強いですね。おー、なるほどね。これでもしチェルシーが勝ったら、チェルシーは逆転で優勝ですか。チェルシーのフォーメーションって5バック、間違った、チームハブじゃない、メンバー表や、5バックかな。俺って前チェルシーでやって、何点取った？ 3 バックで。え、チェルシーどこ？4対1。でもこれホームでしょ、アウェーっていうのを考えないとまずいよね。めっちゃ悩む。フォーメーションどれでいこう。いや、多分441はな。3トップがちょうど4バックの間に入るからちょっと厳しいな。中盤の並びどうなってんの？あ、ちゃう。2人。いや、441はないな。3421が一番ハマってたんか。センターバックは3バック、あ、3トップにちょうどぴったりマークついて、両サイドは、そういうのサイドが守備に戻れば。うん、これが一番ぴったり来てんのか。じゃあこれちょっと選手先いじっときますか。プール真ん中の、あ、プールはここでいいわ。ここに、イニスを入れて、プールをこっちに、マーシーの、マック、あ、ちょっと待って。マックイン入れよう。で、プールをね、ここに入れましょう。で、ここに、アンジェリーニを入れて、で、そこに、クックを。で、こっちに、ワットモアを、で、トップにパロスキ、ザーデスに代わってウッドバーン。こうしようかな。これで、で、控えが、そうですね。
こんな感じでいきますか。はい。じゃあ次回はね、チェルシーやっていきましょう。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ま、負けて面白くなりましたね。ただ5失点は痛い。はい、ではまた次回です。バイバイ。